みちのくの秀峰岩手山、その山麓に80年の伝統を持つ牧場がある。牧場は今厳しい冬、牛たちが短い冬の日差しの中に遊ぶ。毎年2月1日からおよそ2週間、この牧場では雪まつりが開かれる。今年の雪まつりは雪像、鎌倉をはじめ多くの企画が盛り込まれ、近年になく盛大に行われた。冬の娯楽の少ない北国の人々にとっては一番楽しい時である。氷の舞台ではこの地方に伝わる郷土芸能獅子踊りが行われた。この踊りはその昔、空也上人が殺された鹿を哀れに思い供養したのが始まりだという。見事な舞が雪まつりに花を添える。鎌倉の中で食べるジンギスカン料理の味は最高。子供たちも大喜び。こうして北国の人々は長い冬を楽しんでいる。